3ホール目はボギーでした。ボギー7です。声ちっちゃい急に声ちっちゃい。いやバンカー、ね、ちょっとやらかしましたね。4ホール目パー5です、はい、お願いします。左行くよね。まあでも大丈夫。バンカー、バンカーだね。超えて欲しかった、なんで。よいしょ、ありがとうございます。いや、ほんとドライバーまっすぐマジうまい。よかった。あ、さっきのバンカーは皆さん忘れてください。かつやこちゃんの一番好きなウェアのブランドあります。ウェア、うん、あー、今日のコーデはあれなんでしょ、あのシャフトの色に合わせてきてるからちょっと黄色をね、意識して、あのこのレモンとね、かわいい最近デサントかわいいよね。あー確かに、うん、あのこうちょっとタイトな、そう男性受けがいいやつでもある。短めね。そうタイト、西さんめっちゃ好きでしょ。スポーティーでかっこいいですよねあれね、女性着てると。かっこいいかっこいい。うん、あとジュンロペとか。あ帽子の。あそう。えジュンロペ来たことないな。あ本当？どういう系統なの？ジュンロペ結構女子っぽい。あそうなんや。うん、へえ。女子っぽい。真逆な感じ。うん、なんかね何でも。何でも着るナミちゃんは今日は、私はレザレクションレザレクションっていうブランド知らん？レザレクション、そうなんかね、うん、キンクミさんが、うん、そうモデルやっとるんやけど、へえ。結構バッグとかが元々で、太平洋とか行ったら並んでたりしてそれでしか見たことないけど、今年からなんか服も出してたから、へえ、かわいい、ありがとう。夏っぽい、夏っぽいよ ね。でも可愛いよね。可愛い、結構上品です。ピッチングで出します。はい、残り317ですね。はい、右右、まあ深いラフ。ピン右のカーブ道の方に見えてるやつですよね。そうですね、グリーンだから右サイドですよね。左目がいいのかな。さすが歯科医師のマネジメント多分あの一般的なマネジメント299ですね。5番ですか、はい、また5番アウトです。5番アウト、はい、 OK、 ナイス、 OK、 まっすぐ転がりましたね。はい、はい、ナイスです。新兵器、265番ユーチです。はい、上がって上がって醤油当たりして上がって上がです。はい、205ヤード5番ウッドです。はーい、 OK、 はい、ちょっとうん、まあいいとこですね。はい、まあ良いです。西さん今日は顔真っ白じゃないですね。今日日焼け止め塗る必要ないですもんねね、はい、ほんまはでも曇りの方がやばいとは知ってますよね。なんか言いますよね、シミできんで。マジですか、シミ太郎になんで。やばいっすね、シミ太郎。しかも帽子もかぶってない。はい、大丈夫ですか、やる気あります。やる気ありますよそんな、でも映らないんでね。映らないんで、油断はしてますけど。髪もボサボサです。はい5番ユーティリティです。はい、154っすか。はい、はい、うん、まっ、ありがとうございます。ナイスよかったすごよかった、ピン一直線やば、ありがとうございます。めっちゃうまいちょっと緊張しますこれすごいっすね。え、今6番ユーティー、5番ユーティー、5番ユーティー、はい、それで通常だとどんぐらいいくんですか。大体150ぐらいですかね。150ぐらい、はい、しかもちゃんと球上がるんですよね、タクヤゴちゃんね。ですかね。そう、女性でやっぱ高さ出せる人って意外と少ないと思うんですけど、ちゃんとボール上がってるから。そうなんだ、うん、ちょっとバンカーがさっきめっちゃ嫌な思い出があったんで、バンカー超えるかちょっと心配だったんですけど、はいはいはい、そこはあの勇気を持ってきっちり超えてきましたね見込めましたね。メンタルの強さ出てますねよかったよかった、素晴らしい。さあ先生、はい、これは75ヤード、うん、
センターまで75です。はい、どうも。ちょいよく。はい、どうも。もうやだ。口癖になる。75ピッチングです。はい。わ、やばい。でかそう。あ、でも大丈夫。手前に落ちたから。止まりました。あ、止まって、止まって。ダメだ。奥行っちゃう。行くよね。なんでピッチングで打ったんですか？ん？何？なんでピッチングで打ったんですか？え、なんで？はい。確かに。え？待って、なんでやろ。だって普通に考えてナミちゃんって9番で100ぐらいじゃないですか。うんうんうん、そうだ、ピッチングで90なんですよ。あ、ミスってるな。やばい。なんかこうハーフショットとかでコントロールしてくんかなと思ったんですけど。フルだった。割と。割と。確かに、だから3度で打てばよかった。まあフルショットするんだったら3度でよかったですよね。そうだね、A とかね。確かに。そして、あ、さやかちゃんも奥ですね。奥ですね。すごっ。やっぱちょっと止まりませんね。ね、うまい。うまい。あー、ナイス。でかいわ。これもうまい。うん、いやー、あー、ちょっと短いか、ね、惜しい。うまいよ。ナイスー。うまー。やったー。うまい。よし、続きますよ。じゃあ来て。ナミちゃんのワンパート久々見たけど。確かに。でもナミちゃんの最後切ってこう来たわ。でもほぼ読んでない。力ほぼ読んでない。まっすぐ目で。うまい。惜しい。 OK です。はい、ありがとうございます。ありがとう。え、何ボ？ボギーかな？おー、ないボ。ないボ。お、私も取り打たへんかったで。ダボ？耐えた。満体。あん、ま。使ってくるね。うん、ま。しかもダボで耐えれてんのかはなと。いや、いいこと。人それぞれ。ワンパット。ワンパット。え、マンナ来たことある？うん、初めて。何やろな、ここのご飯めっちゃ美味しいから。へぇー、ぜひ。何がおすすめ？うん、全部美味しい。分かった。全部。なんかね、海鮮丼とそばみたいな、なんか全体さ、食べた時めっちゃ美味しかったよね。へぇー、海鮮丼いいね。ほんと何やらんでも美味しいですよね。へぇー、まあ、一番はね、あれですよね。はい、マンナのシュークリーム。マンナのシュークリーム。はい、これはね、大好きで。へぇー、中はカスタード。そう。へぇー、めっちゃ美味しいね。そうなんだ。うん、じゃあ勝利の品にするそれ。あ、そうしよう。勝った方の方。勝った方の。ありあり。日清からの。え？お？え？全部いつも日清が。4ホール目はダボでした。ボギーでした。だんだん調子がちょっと、はい、落ち着いてきました。カメラ慣れされてイケイケなプレーを見せていただいております。はい、頑張ります。はい、では。5ホール目、パー4、はい、行きましょう。はい、よいしょ。ありがとうございます。めっちゃうまい、ね、ドライバーは良いですね。ほんと曲がってか、アプローチみたいな精度で行きますね。だって左右の幅が、それは言い過ぎです。いや、ほんと、ほんと5ヤードぐらいしか左右曲がってないですもんね。今日でもいい。すげえ。今日はいいですね。マジで生まれ変わりたい。いい、曲がると噂の西さん。うん、間が 100% 曲がります。オッケー。やったー。よいしょ。やっと取れた。あざーす。あざやった。当たった。イエイ。ついに新兵器が火を吹きましたね。よかったです。まあまあ、まだ5ホール目なんでね。うん、慣れてよかった。そうですね。うんうん、カンさんが ね、最初の9ホールをウォーミングアップ。長い長い。あとの9ホールはクールダンスね。いつ試合が来るの？いつやった？結構この質問女性にしとるんやけど、うん、こんな男性と回りたいっていう、ゴルフのキュンみたいなポイント。あ、キュンね。キュン。あ、プレースタイルとかじゃなくて。そうそうそう、うんうん、キュンキュン、また一緒に回りたいなみたいな思う、うん、ポイントでございます。あ、え、先打つ？打とうか。打つ。ちょっと、あくまでもプレファーストで。115、はい。8番でいきます。はい。
いやー右出るなー、ないけどね。キックしてほぼオン、ナイスです。右出ますね。いやいや十分十分、ちょっとつま先下がってるからやっぱ右出やすいですよね。それもありますね、うん、で武田選手マン飛びじゃないですか。俺飛ぶ飛ぶと言われてる坂横ちゃんのプラ15-20ヤードぐらい、やっぱねクラブの力飛んでますね。何ヤードかめっちゃ待ってる。95ですね。おってことはアプローチ、アプローチかこの時は、まあピッチングでいいんじゃないですか。え持ってないんかーいまさかの持ってない。さっき飛びすぎたから、はい、95はピッチングでいいんか。そう、ね、ぐらいで、はい、いいと思います。多分むしろしかもねラフ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 、うわいいよ。手前から乗りそう。ゴー行ってくれ。ゴーゴー、おいしい。寄せワンですね。はい寄せワンしましょう。ほんまできるかのように言ってみた当然だ、寄せワンですねってで、あー見つかった。うんと褒めてくれる人。あーいいよいいよみたいな、なんかとかテンション上げてくれる人。 なんか、うんうん、4人が、うんうん、こう楽しい感じで、うん、テンション上げてくれたり、うんうん、する人がいいかな、うんうん、なんか空気読んで、うんうんうん、くれる人。なるほどね。めっちゃ普通のこと喋ってるえでもその意見は初めてかも。あなんか褒めてくれるとか、まあ、なんかそうそう、ゴルフってさなんか、技術の差があったりスコアの差があったりするじゃん、うん、なんかそれみんな褒めてくれる人がいいかなって。そうそうそう、おさすがサラリーマンゴルファー代表なんで、はい、これはこの前カズプロに教えてもらったあのアプローチ、あのアプローチでやってみます。はい、うまい、ナイス、めちゃくちゃうまい、うまいんじゃん、めちゃくちゃぴったり、やばい、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます、まあ、できるナミちゃんすごいけどねやったー、いやーうまいぞこれ、めっちゃいい、くるよっしーよし、ナイス、なかなかナイスパット。まあ2人とも OK ですけどね、とりあえず打っときます。後ろも来てないんで、じゃあパターシャンクしたら泣くで。パターシャンク、はい、ナイスー、ナイスパーですよね。すごい、めっちゃ嬉しそう。嬉しい。しかも寄せワンって言ってた。そうなんだ。有言実行。ね、奇跡よ。ナイスパー。ありがとうございます。レベルが上がってまいりました。嬉しい。こういうパーの取り方さ、なかなかできてこんかったタイプやから、めっちゃ嬉しい。ね、嬉しいよね。寄せワンって嬉しいよね。うん。満タイ？満タイ。まあ、使い方的には正しいですよね。正しい、正しい、ここやんな、満タイ。そう、パーをしなくても寄せ満ってから、そう、うんうん、使い方的には、はい、満タイ、うん、使い方まあうまい、まあうまい。なみちゃんどういう人が好きなの？私ゴルフ中の、私も結構やっぱ周り見れる人が好き。あ、周り見れて楽しく、うんうん、まあ、余裕があったら紳士な感じの気遣い、うん、まあ、今はまだ慣れてきたけど、はいはいはい、その最初の方って余裕がないやん、うん、そうね、で、わかるわかる、あのグリーン周りのさクラブ忘れてっちゃったりとか、はい、そういうのをさ、さっとクラブ持ってくれるとか、てかそういうの人を初めて見た時びっくりしたもん、え、あ、こんなんやってるんやと思って。でもしょっちゅう忘れるからさ、うん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 、ありがとう5ホール目はパーでした。パーでした。ナイスいい感じ、ね、すごい。続いてね、6ホール目もパー取りたい。取りたいね、はい、はい、パー4です。はい、行きましょう。頑張ります。いきます。よいしょ。いや、ほんと曲がんない。いいな西さんの気持ち出ちゃった。本当に本当に心の声出ちゃった。ちょっとデカめで出ちゃいました。だってフィニッシュ微動だにしーね、ピタって感じだよね、うん、マキロイかと思うわ。うん、すごいやばい、もう素振りでフラフラしてる腰が痛いですか、大丈夫ですか。そうなんよ、わかる。ドライバーすると一番痛いね。本当にあるよ。飲もうかな、うん、ちょっと飲んだ方がいい。叩こうかな。
左。あ、木の根元当たったね。やめてー。195ヤード5番ウッドです。はい。おお、抜けた抜けた。お、ナイスー。よし、ちょい当たりして、ね、はい、抜けてったの。抜けた、よかった。え、ドライバー大体平均200ヤードぐらい。そうだね、まあ当たればこんぐらいかな。でもずっと、でも確かにこれで池で210とかでしたっけ、うん、そう、だから205ぐらい飛んでるから、うん、210ぐらいか。おー、すごくない？それを安定して飛ばせるってマジか。ナミちゃん、さっきのアプローチ覚えたらマジスコア5とか10とか伸びるよね。いや、そんな気がする、うん、あの距離で、あれで、あんだけさ、うん、めっちゃいいな。あの距離で、あれで126ヤード7番です。7番。あ、おー、止まって、大丈夫。危ない。珍しい。やば。キャンキュー。キャンキューっていうか、空振りするかと思った。あれやばいね、これ緊張してるわ。カメラに完全やられてる、うん、やられてる。絶対いつもしないミスしてるでしょ、うん、だってなんかこれチョロ、何、20ヤードぐらい。20ヤードシャンキューしたね。チョロ。96ヤード96、はい。ちょっと9番で行ってみます。はい。うわ、越えろ。うわー、入っちゃったー。ラフ重いっすよ ね、 やばいね。苦戦されてますね。ニッシーに盛り上げてもらって、褒めてくれる人が好きって。好きになってもらいましょう、ニッシーを。ゴルファーとして、ゴルファーとして、ね、うんうん、変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくてね、はい。あの、コラボする人に大体付き合ってるんですかって言われるけど、付き合ってません。父さんには結婚してるんですかってね、まさかの。はい、緊張しておりますね。大丈夫ですよ。うまい、残り乗りでしょ。捕まるね。OK。はい。ちょっと前か。よいしょ。ふう。じゃあ25ヤード、3度です。はい。お、ちょっと。乗る。止まってな。よい。まあまあまあ、止まって。すごい、まあまあまあ、止まって。なんか意外と奥に転がってった。そうですね。確かにね。うん。おー、なかなかのグリーンですね。傾斜が結構ありますよね。ねー。うまっ。オッケー、ナイスパット。ね、めっちゃ下ってるように見える。下ってますね、結構。そうやんな。はい。いや、タッチはいいと思いますよ。そっち、うん、結構。そっち結構ですね。そんな切れないと思ったの。うわー、惜しい。 OK ですかね。はーい、パターやん。惜しい。もったいない。スクオンってことかな。で、ワンパット。そうですね、7ですかね、